源の清は、平安時代末期の川内源氏の武将。源の義朝の逸を源の頼朝の道母邸で、道母姉妹に一条義安室の某門姫がいる。平治元年の平治の乱で府兄が死亡した後、駿河国河岸にて、母方のお父の藤原のりただによって朝廷に差し出され、兄頼朝が伊豆へ入りになった人同日の、 英略元年3月11日、都佐国ケラ僧に、留罪となる。以降、都坂者都合し、そのまま、流刑地にて成人した。自称4年8月の兄、頼朝の挙兵を受けて、騎義に、合力の疑いがあるとして、平家により、騎義の追悼令が出された。騎義は、土豪の安行衆を頼ろうとするが、平野茂盛の家人である、はす家,家綱、平田俊園に事前に察知され、 奇襲を受けて、年越し山で撃ち取られた。霧の思想であった、土佐国の林友商人は、平家の目を恐れて、葬儀もされず、打ち捨てられていた、霧の死体を引き取って供養したという。文次元年3月27日、商人は霧の貧髪を首にかけて、鎌倉を訪れ、頼朝と対面した。頼朝は、商人がおいでになったことは、 亡き霧の魂が再び訪ねてきたことのようですと、三次を尽くしたと伝えられる。平時物語における、死没記事は、あず鏡とは、多少異なり、自称四年、頼朝の挙兵の法を受けた平家方勢力によって、包囲された、霧が父、義朝のための仏事を行ってから自害した、となっている。また、自称四年頃に霧は熊野などの海上勢力と、提携して南海に、 独自の反平家勢力権を構築する動きを取っていたと見る説もある。同母兄であるよりともはその死を痛く悲しみ、大軍を派遣して、蓮池平太良を殲滅した後、君の墓所として、ケラ僧に西王寺を建立して、母代を弔った。寺名は君の宝名、西王寺殿、窓か寺市大前城門に由来する。君の没年に関する記載は、文献によって、 次のように異なる。伝言霧母党墓所として建立された西陽寺は、近世には自運が衰え、明治時代の廃物希釈で廃寺となって、現在は跡地として残っている。西陽寺跡地には無法塔が建つが、地元ではこれを木霧の墓として伝えている。この墓では、1995年に鎌倉の源の頼朝の墓と土と石を交換して、 兄弟の再会を果たす催しが行われた。また、墓の上には木々を祀る木々神社が建っている。このほか、高知県高知市横浜東町には木々を祀った聖神社がある。ありがとうございます。